栄光が欲しい曽谷学、その曽谷の意地をここでくじくか、バーチカル行かせない、ヘッドバーッと狙い済ませた一発。さあファイヤーマンの体勢、いや膝立ち上げた、ウォークスリープのような体勢でしたね。旋回するゴーツー、そして背後からの弾道、さらに握り拳、さあ中島和彦の首をかっ切った、1回転、中島和彦、曽谷学、強いの返します、中島、まあ、さあ、このままダメ押し、ジャンピング DDT、体力すごいな、中島和彦がマットにめり込んだ、曽谷学だ、しっかりとクラッチしている。両の手、そのクラッチ、腕ごとハンマーパンチだ、ジャック・モリスもお構いなし、やり振り構わない、さあコブラの体勢、クラッチ切れましたね、危ないですねこれは、片腕一本バーサス、両腕の力と力のガバー完成、さあコブラツイスト、今度はジャック・モリスのクラッチが完成した、拷問コブラ、これはたまらない、よ稲村芳樹が一歩また一歩、ノッシノッシと命綱、ロープを求める、届くか届くか、ヤクランドコブラダウントが入る、それで返しました、しかしジャック・モリスがリリースしていない、リリースしていない、締め上げる締め上げる、稲村芳樹意識はどうだ、締め上げていくジャック・モリス、拷問コブラ、このまま稲村芳樹の意義の根が止まるか、タップアウト、タップアウト、はい、さあスーパーキック、ボディの後に受け止めました、安西優馬、さあジャンピングにバット、中央大学出身のジャンボ鶴田さんにね、あのリスペクトを込めた一撃ですね、はい、の大先輩でもあります、ジャンボ鶴田さんを憧れの存在とする安西優馬、今年に入ってから試合を回収しているジャンピングにパット、アンサーの間の動きを止めました、最高到達点までジャンプしてから膝で叩きつけるというね、理想的なジャンピングですね、さあしかしバックを取っているところ、アンサーの間、さあクラッチを切りました、さらに足を踏んで、一発重いですね、いや本当にダンサーの間、そのいやー、これはスーパーキック、たまんない、たまんない、安西優馬、サマースプラッシュ、これを食らってはたまらない、面白い、いやー、エルボー、距離が開いた、今度はまさきタミヤだ。これは吉岡勇気たまらない、ロープに振った、さあ打ち抜いたバトルフック、もう一発バトルフック、乱れ打ち、吉岡勇気がカバーの声が甘い、ルーさん今危なかったですよね、そうですね、ギリギリでしたね、あのさすがバトルフックはね、吉岡選手大舞台で何度もね戦況をね打開してきた技なので、はい、ここぞという時にしっかり精度高く決めてきましたね、さあこれはまさきタミヤの動きを止めることに成功しました、このまま一気加勢となりますが、トップロープを伺っているニュートラルコーナー、まさきタミヤが立ち上がったところへ、膝インテルのドラゴン、まさきタミヤから3つ奪った、インテルの炸裂、さあバックにもあります、イナマがエルボースタンプ、そしてフォアアームと喉目を掴んだ、掴んだまま張り手首筋、そしてまた肩に担ぎ上げます、さあここからシットダウンパワーボム、真っ逆さまイナマ、おっとカウントする、ちょっと朦朧としていますイナマ、松木さんすごい高さでしたね、すごいですね、いや危なかった、さあ一瞬この前後が分からなくなるようなシットダウンパワーボム、さらにミチノクドライバー2、ワグナードライバーを完攻、ワグナー完勝、
ここで PFS またかわされた。徹底的なこの PFS をアダム・ブルックスかわします。そして逆にブルックストップロープからスワット。しかしこれは膝で撃墜。皆さん美しいスワントーンでしたけれどもね。そうですね、芸術的でしたね。さあこれまで隠していたスワントーンボム投下。そしてトップロープに乗せます。まだ何か隠し持っているのか。この位置だと皆さんこういうファイター危ないですよね。危険ですね。何するんですかねこれは。さあトップロープから、これはなだれ式連発だ。おっとそのまま引きずり起こして、おっとオージーマスター。さあ剣を返せない。ちょっと危ない角度でしたね最後。足が痛めているので、はい、白杉選手が、はい、その中でどういう風なタイミングなのかというのを塩崎選手測ってたと思うんですけど、もしかしたらそれで効いてるのかもしれないですね。おネックハンディングボム。さあこれが作戦の必殺技ボルドーボムであります。おっとスクールボーイで塩崎が丸めていった。さらにここから上げようとしています。あ力を入れた。すごいゴーフラッシャー。こんなでかい男をスーッと顔でかいした。そして塩崎が狙っているラリアット。お一発で飛ぶ二発目。ブロックした左。さあしかしハックスリーまだ通れない。ラリアットかわした。ゴーワン。さあゴーワンラリアットしっかり当てました。サッチャーは現在サクソンハックスリーとともに2つ GAC タッグ王者に君臨しております。6月には北宮稲村組を破り初防衛に成功。ただサッチャーは井上さん、はい、シングルプレイヤーですね彼はね。やはりね、そうですね、まあ本当にねこのシングルプレイヤーとしては世界的にも認められた選手ですし。おっとなんだ。さあこれが得意技脇固め藤原アンバーであります。これはねジェイクも警戒しています。さあっとジャイアンツキリング。このミーリフトは丸石選手強烈ですよね。来ましたね、ジェイクリーの膝がティモシーサッチャーの腹部をえぐった。さあ